エラールチャンネルにようこそ。木曜日担当の坂内愛です。さあさあ、まだまだコロナ落ち着きませんね。実はですね、私11月末から12月の頭にかけて宮古島に行こうかなと思っていたんですけど、断念しました。まあそれもあって今回はですね、沖縄の宮古島の商品をご紹介しようかなと思っています。それでは始めていきましょう。さあ、今回ご紹介するのは、泡盛です。沖縄といえばですよね。で、宮古島の泡盛、まあ、いろいろあるんですけれども、その中で今回はですね、こちらの徳山酒造さんの法然をご紹介していこうと思います。さあ、実は先日、私、沖縄のイベントで、47酒造所の泡盛をですね、ずらりと並べた試飲会をやっていたんですよ。まあ、そこで出会ったこの法然という泡盛なんですけど、私ちょっと気に入ってしまいまして、まずはね、こちらをご紹介していきたいなと思っています。で、実は宮古島に行きたかったのも、この徳山酒造さんとか、いろんなね、酒造所を巡って、まあ、作り方とか、いろいろね、ちょっと見学したいなと思っていたんですけど、まあ、その見学もね、今じゃしてないし、先ほどお電話を、そうね、徳山酒造さんにさせていただいて、もう忙しい中、いろいろ、質問に答えてもらいました。それも含めて、法然の魅力をね、ご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。宮古列島の一つ、伊良部島に位置する小さな酒造。徳山酒造で作られている法然は、伊良部島の豊作を祈願して命名されました。ミネラル豊富な地下水を仕込みや割り水に使っており、まろやかで甘い味わいが特徴です。泡盛を飲み慣れていない方でも飲みやすい一杯です。愛さん、法然の味を教えてください。後味が割とね、すっきりするんですよ。甘いなって最初感じるんですけど、割とすっきり、最後はキリッと、口の中にあんまり甘ったるさみたいなのが残らないので、いいんじゃないかなと思います。で、香りは、泡盛って結構どぎつい香りがして、うってなる人もいるかと思うんですけど、これはね、割と爽やかなんですよ。爽やかな香りの中に、甘さと、あとその、割と優しい、まろやかな感じがして、飲みやすいです、これは。うん。だから、もっともっとスッキリなやつはあるんですけど、泡盛を飲みたいなって思って、で、泡盛らしいものが飲みたいけど、ちょっときついのは嫌だなっていう方は、まず最初にこれを飲むのはいいと思います。で、さらにもうちょっと癖があるものに、こう、どんどん移行していってもいいかもしれないけど、うん。水割りで楽しむ泡盛の香りみたいなものは、これね、とっても初心者の方には、おすすめの、まず一杯だと思います。常圧で作っているので、お米の、まあ、素材の風味とか甘さとか、そういったものが出やすいとはおっしゃってました。これどんなものが合うと思いますかみたいなことを聞いたんですよ。おつまみね。そしたら、最近なんかね、入手したことをお話ししてくださって、お好み焼きにも、このね、泡盛って合うんですって。日本酒は絶対あんまりちょっと飲んだりしないですよね。だけど、泡盛はね、のソース系にも合うっていうところでおすすめされました。で、焼きそばとか、あとたこ焼きとか、そういったソース系のものに合わせてみても面白いですよというふうに教えてもらったので、ぜひやってみようかなと思っています。そして、私のね、飲み方としては、いつもソーダ割りにしてます。そしたら、まあ、ソーダ割り、おすすめいいと思いますっておっしゃってくださって、で、さらになんか、いい飲み方ありませんかっていうふうにお話聞いたら、コーヒーとか紅茶で割るっていうのもいいですよって教えてもらったんですね。まあ、コーヒー焼酎とかってよく聞くじゃないですか。でもあれね、結構コーヒーの量多いですよね。でも、その、コーヒーはもう香り付けでいいんですって。だからこういう水割りに、まあ、ちょっとね、ここに、あ、カラカラがありますけど、これにコーヒーを香り付け程度でいいらしいです。じゃあ、こんぐらい？あんまりコーヒー色みたいにならない方がいいですよっていう風に教えてもらって、ほんのりコーヒーの香りがする。で、泡盛の
香りや味も消していないっていうぐらいの、このぐらいでいいそうなので、コーヒー好きにはいいかもしれないです。あ、はい。後からコーヒーの香りとか味が来ます。最初は泡盛の味。で、その後、残りの、そうですね。鼻に抜ける感じみたいなのは、最後にコーヒーが来るみたいな感じのコーヒー割りいいかもしれない。ぜひ皆さんおすすめなのでやってみてください。沖縄の泡盛。まずはこの法然のご紹介をさせてもらいました。さあ皆さんいかがでしたか？泡盛。まだね、ちょっと飲んだことないっていう方も結構いらっしゃるとは思うんですけれども、私ね、この47酒造所巡り、ちょっと目標にしてみようかなと思ってるんですよね。沖縄も大好きだし。まあ、ぜひね、この早く旅行に行きたいという、この思いをね、この青森の酒造巡りにぶつけたいなと思っています。なので、まあ、第1弾として法然をご紹介しましたけれども、今後もちょっとね、いろんな青森を、そして魅力をご紹介できたらなと思っています。さあ、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録されていないという方は、チャンネル登録もお願いします。それでは、また来週お会いしましょう。さよなら。